東京ヤクルトスワローズのファームは日本のプロ野球球団東京ヤクルトスワローズの下部組織として設置されているファームチームであるイースタンリーグの球団の一つ1950年国鉄スワローズの一軍と同時に創設同年11月に開催されたプロ野球に軍選手権にも参加している1954年にセントラルリーグ加盟球団の2 軍により結成された新日本リーグへの参加に際し、それぞれ一軍と異なる球団名と本拠地を設定することになったため、国鉄フレッシュスワローズに解消、埼玉県大宮市を本拠地とする。その際、球団事務所が国鉄大宮工場に置かれた。新日本リーグは1955年に中断し、同年にイースタンリーグが創設されるが、 リーグ運営の方針が定まらなかったこともあり、長期の中断を挟み1961年にようやくイースタンリーグが再開。その際に球団名を創設時の国鉄スワローズへ戻している。1965年途中、球団は富士サイケグループへ売却され 3K スワローズに解消。翌年より 3K アトムズとなり、1968年より、 京浜急行電鉄が保有する竹山グラウンドを本拠地とする。1969年、ヤクルト本社が資本参加し企業名を外したアトムズを球団名とするが、1969年に富士山系グループが経営から撤退し、ヤクルトアトムズに、1974年には9年ぶりにスワローズの名称を復活させ、ヤクルトスワローズとなった。 1976年をもって、竹山グラ動京急へ変換したことに伴い、1977年に、ヤクルト本社が、社員の福利構成用として借り上げていた埼玉県、戸田市の敷地に、ヤクルトと田球場を開設、移転。2006年より一軍が球団名に、東京を冠したことに伴い東京ヤクルトスワローズ、となり、現在に至る。1977年より、 埼玉県戸田市のヤクルト戸田球場を本拠地としている。神宮球場では年間1試合程度ナイターも組まれる。詳細は東京ヤクルトスワローズの選手一覧に軍を参照2005年、スワローズの2軍は社会人野球の公式戦の一つ、ジャバ日立市長バイ争奪大会に初出場した。社会人野球の大会にプロの2軍チームが出場するのは広島東洋カープが ジャバ広島大会に2002年から毎年向上的に参加しているのと2003年に福岡大英ホークスが1年限りでジャバ九州大会に参加したがそれに次ぐ3例目であるチームは同年4月の大会で沖縄電力、明治安田生命、日立製作所と4チームによるふさあたり方式の予選リーグ戦を行ったが1勝1敗1分けの成績で 予選通過はならなかった。2006年、スワローズ2軍は再び、日立大会に参加。予選リーグでは、JR 東日本東北、東京ガス、住友金属鹿島と同ブロックに振り分けられ、2勝1敗のブロック1位で予選を突破。決勝トーナメントに進出したが、同大会で優勝した富士重工業に1の6で、完敗し、またも優勝を逃している。 2008年、2年ぶりに、日立大会に参戦。予選リーグ初戦で、詐欺の宮製作所に敗れるも、東海理科、日立製作所に連勝して、ブロック1位として、決勝トーナメントに進出した。準決勝では、日本通運と対戦したが、タイブレークが適用される、延長戦で敗れて4強に終わっている。2009年、予選リーグ初戦で、 住友金属鹿島に乾杯したが、その後、TDK、三菱重工横浜を礼封し、ワイルドカードで決勝トーナメントに進出した。準決勝では、富士重工業に一の五で敗れ、参加した三大会連続で四強に終わった。二0 1年、予選リーグで JR 東日本東北、三菱自動車岡崎、東京ガスに三連勝し、大会出場五回目にして、 初めて予選リーグ全勝の成績を残したが、リーグ中雨てで2日順延となったことから、決勝トーナメントとイースタンリーグ公式戦の日程が重複した。スワローズは決勝トーナメント出場権を辞退し、予選リーグ2位の三菱自動車岡崎が決勝トーナメントに進出した。ありがとうございます。